R-5R-5 は、ポリカールポフ設計局によって製造された1930年代のソ連の偵察爆撃機である。R-5 は1930年代の多くの、アイダソ連空軍の標準的な軽爆撃機兼、偵察機だった一方で、P、P-5 の名称で民間系輸送にも徴用され、合計で約7000機が製造された。R-5 は、 ソ連空軍の標準的な軽爆撃危険偵察機として運用されていた R-1 の後継機として1928年にニコライ・ニコライビチ・ポリカールポフが率いるポリカールポフ設計局によって設計された。輸入されたドイツ製 BMW6V-12 エンジンを搭載した原型機は1928年秋に初飛行した。 原型機は主に木製で、上、翼が、下翼よりやや長く、左右各一本の翼間支柱を持つ、副容器だった。長い評価期間の後、BMW6 のライセンス生産品、ミクーリン M-17 を搭載した、R、R-5 は、偵察爆撃機として1930年に生産に、入った。水蒸気や、地上攻撃機、民間輸送機として、 さらなる改造型が生産された。R5SSS は流線型に改良された改良型偵察爆撃機で R-5 に続いて生産された RZ の基礎となった。パリカーポーフ r 5戦機が P-5 の名称でアエロフロート向けに製造された。1931年にソ連空軍の運用も始まった。ソ連空軍では5戦機を R-5 の名称で運用した。R-5 はソ連空軍の標準的な偵察危険攻撃機で多くの数が運用され、100以上の連隊が R-5 を装備していた。R-5 は1939年に日本との間で行われたノモンハン事件においてソ連空軍とモンゴル人民空軍に使用され、またポーランド侵攻で活動し、 1939から40年の冬戦争では、ハーモザホとして知られた。フィンランド側は何機かの R-5 を撃墜、捕獲したが、運用はしなかった。R-5 は独ソ戦時にも配備されていたが、この時は主に夜間爆撃機と連絡機として1944年まで使用された。R-5 は、また、スペイン内戦において、 スペイン共和国空軍に使用され、31機がスペインに売却された。それらの機体は1936年11月に到着し、すぐに戦闘に投入されたが、速度の低さが露呈したためや間爆撃機として運用された。1939年5月には7機が良好な状態で残っていた。R-5 はラサンテとしてスペイン共和国空軍に知られていた。 R-5 の民間機型は、主にアイロフロートで、多くの数が使われた。R-5 は4 0 0ラムの貨物を運ぶために、使用され、多くが2人の乗客を運ぶために広げられた後部座席を搭載していた。それ以外は、乗客のための閉鎖型キャビンを搭載していた。P-5 はまた、よくかに荷物や乗客を入れたコンテナを運ぶために使われ、この場合は、それぞれの カシエータに7人ずつ乗り込むことで、1機の P-5 で16人の大人を運ぶことができた。スキーを装備し、カシエータを運ぶ P-5 は、1934年に氷に囲まれたチェリウスキンの船員を救出する際に重要な役割を果たした。民間の P-5 は、第二次世界大戦の終わった後も使用され続けた。出展。 初言性能武装関連機動時代の航空機、Wikimedia Commons には R-5 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。